それはフラグだ。追いついてくるぞ。うりー、ディオか、お前は。どうしてこんなにしつこいの？おい、お前、もう少し時間を稼げ。そうすれば。うぜえな、こいつ。いい加減に芝居てしまえよ。時間を稼げって、どういうこと？私が強くなるからだよ。なんだそれは。強くなる？待ってくれているぞ。そう、大きくなって強くなるもん。お姉ちゃんよりもね。おしゃべりはおしまいにして、自分たちは先に行きましょう。この場はこの女に任せておけば大丈夫です。そろそろ殴っていいぞ。任せておけばって、待ってよ。このポーズ好きだな。ぐしゃぐしゃーぐしゃー。いつまでも待ってくれてありがとう。まずは妖魔を何とかしないと。1対1なら大丈夫だろう。本当かな。1対1でだいぶ苦戦したぞ。鈴音先生とかウィンとか鈴音先生とか化け物だったな、あいつは。さあ行くか。アスカなら大丈夫だろ。ザコが出てきた。みなぎってきた。巻物が溜まったのか。巻物がどんどん溜まっていく。ザコ戦はもういいじゃないか。ザコどんだけ来るの。ザコ来すぎだろ。ザコ戦はもういいじゃないか。本当に終わり。進めって進まさせるの。じゃあアイテム取っておこう。切れなかった。切れないぞスパーで。なんだ、気を壊さない切り方があるのか。ゾロみたいに気の呼吸とかで進むけど何もないな。これ進む意味あったんかな。意味がわからんよ。無視して逃げろよ。いざ深紅の道に舞い散れ。舞い散りたくはないな。あの小さなことナラクちゃん蹴ってる。ヨーマが狙うのなぜ。もうこの蹴りっていう時点で天聖の玉を守るって言ってたけど、やつじゃないか。本当勝つねじゃないか。わからないことだらけだ。蹴ってる蹴ってる。あの小さな子、名前なんて言うんだろう。後で名前をちゃんと聞いておこう。無限コンボだ。うわー、何してる。あ、ぐるぐる回ってる。やっぱり勝つねじゃないか。勝つねの攻撃じゃないか、それは。空中コンボ。また空中でぐるぐる回ってる。破られた。痛い。こいつどんだけ調子してるんだ。厳しい。ひたすら切ってるだけじゃないの。ひどいひどい。ちょ、そればっかりじゃないか。変身してやればいいんだろ。そうだろ。変身するさ。シャキーン。うらうらうら。強い。はい、きれい。今、一撃効かず全然効かないな。じゃあ、レベル2。左先。全然効かないな。ガラキー。集中コンボ。そしてそこからつなげる。ぐるぐる。マジかよ。
そいつさっきからぐるぐるしかしないじゃないか。ふざけんな。レベル2。レベル3ないかな。左前レベル3か。3つ使ったな。服は破れた。服は破れて黄色くなってる。このまま集中コンボ。さすがに強いな。さすが。あ、そうそう。何もさせない。痛い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 。レベル3。半蔵龍。ズバー。かっこいい。余裕だった。さすがリーダー。黄色い。気持ち悪い顔してるな。強い。いや、そんなことはないだろう。なんだろう。動きがヨーマっていうより忍びみたいなのはどうして。ブシャーブシャー。ヨーマと戦ったことあるのか。逃げた。ナラクちゃんたち大きい。アスカ、無事か。余裕。キリア先生、私なら大丈夫です。問題ありません。問題ありませんって言い切ったぞ。ヨーマを蹴散らしてるはずです。そうか。では、あの幼い女の子はどっか行った。あの子ならナラクちゃんと一緒に行ってしまいました。そうか。先生どうしたんだ。キリア先生。アスカ、前任の上層部から命令が届いた。あの幼い子を保護、いや、捕獲しろ。捕獲しろ。捕獲？キリア先生、捕獲って。あの子は人間なんですよ。人間なんですよ。説明は後だ。とにかくあの二人を追ってくれ。了解。あとの四人にも俺の方から連絡をしておく。わかりました。しかし幼女を捕獲しろってなんてゲームだ。よくできました。また強くなっちゃった。9になった。